よしよしよし、よしよしよし、よしよしよし、よしよし、よしよし、ああいいですね、よしよし、ああいいですね、よしよし、よしよし、よしよし、ああよしよし、ああよしよし、ああこれいいですね、ああこれいいですね、よしよし、こうこうこうやってるとね、喜ぶんですね、ああこれいいですね。かわいいですね。かわいいですね。これ、耳が入ったね。気持ちいいって言ってるんですね。あ、かわいいですね。あ、かわいいですね。あ、かわいいですね。あ、しゃべってますね。あ、かわいい。お、ここは。あ、そう。あ、うお、なんじゃわ。あ、かわいいけど、かわいいですね。かわいい、かわいい。あー、くっちゃいな、ここは。おー、おー、おー、あー、あー。ふぅ、一人で何やってんだろう、俺は。な。目指して頑張ろう。どうも、みつみついと申します。というわけでね、今回もポケットモンスター X の方をね、やっていこうと思います。ね。なんか、このドライバーは何なんだ？もしもし。毎度、ミオレタクシーです。乗っていてくださいよって言いたいところなんですが、街の北側の一部が原因不明の停電になっちゃってるらしくて、今、安全のために営業を見合わせているんですよ。へぇ、なるほどね。まあ、とりあえず、なんか5番道路がやばいって前回ね、おにぎりが言ってたんで、じゃあちょっと行きたいと思います。なんだ、この怪しげなスーツのおっさんは。絶対怪しい人じゃないか。おう。はじめまして、マイブラザー違うぞ。絶対に違うぞ。君みたいな兄はいなきゃ。あっしは人呼んで、絆おじ、大パワーの伝道師。大パワーって何？おっさんパワーの略？大パワーって、と聞かれる前に教えでしょう。大パワーとは不思議な力。使うとポケモンが強くなったり、もらえるおこづく。すっげえ。改造だろ、それ。データ改造だ。やっちゃいけないやつだって。それと通信から追い出せるやつだって。いいことが起こるんでさ。周りのお友達にもいいことが起こるという、まさに不思議のパワー。んじゃあまあ早速、絆アップ。絆おやつが大パワーを、いやいや、そんなもの分けてもらわない方がいいって。攻撃パワーと防御パワーを使えるようになった。攻撃パワーを使うと攻撃力アップですって。防御パワーを使うと防御力アップですって。ちなみにこのパワー使い続けることでレベルアップしやすで。最後に説明書を読みます。大パワーは PSS から使える。じゃあもう明日はこの辺にドローンさせて、完全なおっさんだな。またどこかでお会いしましょう。会いたくねえな、あのおっさん。この先5番道路です。別名ベルサン通りです。パルファム宮殿はこちらからお進みください。古木タウンもこちらからです。ゴミ箱の中は空っぽ。あ、ゴミ箱に話しかけたんか。俺このお姉さんに話しかけたと思ったら、このお姉さんそういう変なセリフ言うかと思った。のんびり遠回りするがいろんなもの見つかりそう。でもあんまり遠回りしてるとね、なんか動画としてなんかね、長くなっちゃうんだよね。だからね、ある程度は探索も、おー、え？くぅー、ちょっとどころかびっくりした。俺の1億が進化したかと思った。え？おー、変な人出た。大丈夫でした？ルカリオ同士特殊的や、君も大概な格好してて。ね、ルカリオ、あなたどうしたの？この人気になる？波動を感じた？くぅー。ルカリオったらなんだかあなたが引いたみたい。え？そうなの？ルカリオって相手が出す波動を読み取るポケモンなの。もう一匹のルカリオといつも張り合ってるから強そうなトレーナーを探してるのかも。あ、ごめん、自己紹介してなかったね。私、シャラルシティのジム、シャラルシティもわかんなければ、ジムリーダーだったのか。あなたがバッチを集めていたらいつか戦えるね。その時を楽しみにしてる。じゃあね。なるほど。ルカリを連れてる奴がいるのか。てか飛行タイプとかそういうの持ってた方がいいのかな。飛行ないんだよな、今んとこ。お、何これ。スケーティングパーク。お、あ、すげえスケートで、ん、なんかボールあるな、ボール。あ、取れないでも。あれは取れないボールだ、きっと。取れない仕様になってるんだな。お、すごい、なんか。え、なんか。わかんない。こんなんでいいの？なんかもっと、お、なんか出るかな？いいの？おー！ピカチュウのパチモン。本物登場。ご本人登場。よーし、やっぱね、
パチモンはご本人にはかなわないんだ。お、一応、やっぱ一応育てるべきかな。お、ゆるキャラ。一回も使ってないゆるキャラ。うなぎを育てないとね、そういえば。うなぎは結構主力としてなんか活躍を期待してる。なんだろう、双子？ダブルバトル？ついに。あたしたち2といえば川だよね。あたしたち以心伝心だよね。双子か。おお、双子ちゃん、うわ、すげえ。双子ちゃんの右のピカチュウぐったりしてる。クミとルミ。二人合わせてクルミだよ、みたいな。あ、出た、マイナンとプラスする。あ、2匹揃うと結構めんどくさげーな。うなぎ、毛玉の。すごい組み合わせだ。どうしよっかな。うなぎは、うなぎはまあ、火の粉でいいでしょ。で、毛玉のは泥かけ。よし、集中狙い、プラスする。あ、やばい。コンビネーションバースだ。これはやばいんじゃないか。どうなんだろう。お、電光石火。痛い。あ、うなぎ、うなぎやばいぞ。やばうなぎ。泥かけちゃ。効かねえ。効果抜群って本当に？嘘だろ、絶対。絶対嘘だろ。でもまあ、火の粉。あ、火の粉、予想以上にちっちゃいな。やべ、あれ、やばいんじゃないのかな？もし、これはやばいね。ちょっと、うなぎは大御所ってほど大御所いないな。ピカチュウ、あ、でもあいつは電気技使わないからピカチュウでいけるかな。泥かけ、泥かけ、ちょっとうなぎはまだちょっと実践には早かったかもしれない。やっぱまだ何にも、汚れを知らない子供だから。おーしよしよし。やっぱあいつら電気技持ってない系か。あいつらなんか電気打ってるイメージないもん。でとりあえず泥をかける。いいね、いいね。で、水の波動。水の波動なんか、一旦しか効かないんだ。なんか、俺全体攻撃なのかと思った。あー、電光、なんか、お、毛玉の集中狙い。やばいな。ただしこれが、おーし、いいね。強いな、ピカチュウ、やっぱ。水の波動が強いのかな、というか。お、毛玉、おーし、毛玉の強くなる。よーし、毛玉の、なんかステータスの上がりがあんまよく感じないんだな。こりゃあ、どうなんだろうな。可愛いけど首候補みたいなことがあるのかな。レベルもどんどん上がるな。おーし、親分、ナイス。よし、泥かけ。あ、もっと強い技とか覚えたらいいんだけどな、毛玉に。怪しかったーい。ね、所詮ね、子供相手に本気出すんだ。すごい、めっちゃ経験値くれる。334。すげえもらうな。うなぎがガンガン育つな。一応、ゆるキャラ。すげえ。学習装置が優秀すぎる。そっくりだな。役割分担って何？ダブルバトルって難しいな。いや、君たちやってたって結構。俺らが少なくてちゃんとできた。ダブルバトルって何？お、1位、甘いです。うわ、なんか急に知らないふりしてなんかこう、実力では負けてません。お得な掲示板、便利ボタンで、Y ボタンを押して、登録した道具を使うの。一回、お、なんか、すごそうだな。なんか、すごいの出そうだな。お、あ、トリミアン。あ、これも書いたことあるわ。いや、似てるな、トリミアン。すごい。俺のこんなそっくりにかけてるとは思わなかった。学習装置だったらな、戦闘に出してもあんま育たないとこがあんま良くないな。お、ブーデ。ブーデおにぎり。あのですね。すごいですね、ポケモンの群れ。うん、まるでポケモンだけのダンス、なんでもダンスか。ダンスデブ。もう、ティエルさん、本当にダンスのことばっかりですね。実際本当は飯のことばっか考えてんじゃん。うん、ポケモン勝負でも動きを見ちゃうもんね。ついつい踊っちゃうもん。こいつと戦ったらいちいち踊られんのが鬱陶しいな。
剣の前とかいいよね。だから勝てないんだよ。あ、このブーデー雑魚なんだ。あ、天才、何か面白いムーブの技ってある。うっとうしい。ポケモン勝負で見せて、え？戦うんかい。意外な流れだった。うおー、腹。え、何あの、なんか、トレーナーに書かれてうんこみたいなキャラクター。うんこみたいなキャラクターいない。あ、そしてやばい。うなぎじゃやばいな、これは。ちょっとうなぎじゃないポケモンがいない。それは、親分。やっぱうなぎが犬死にするのは耐えられないかな。あちゃー、あ、やべ、踊る。やばい。意外とやばいんじゃないこれ。積まれたらやばいぞ。ちょっと、早めに始末しないと。太陽、一回は太陽、親便。危ない。親便。さすが親分。根性が違う。よっしょい。さすが親便。お、うなぎ。うなぎもうぼちぼち進化するんじゃないかな。お、ブーデ。そのうんこみたいなキャラクター何？グッドフットだね。ていうか、ブーデ一匹しか持ってないの。ミツさんではなく天才さん。やめてくれ。ミツさんでいいよ。ティーローさん、ほんとダンスのことばっかりなんです。群れで飛び出したポケモンをずっと見つめていたりして。お、壁かな？だってドラバッチ！世界一のポケモンダンスが自分の夢だからね。僕は踊るために生まれて踊ったまま生涯を。踊りながら死んでいくの。そういうところ、なんだかティーローさんらしくていいです。僕もそれぐらいの気持ちでポケモン図鑑頑張ります。なんで君たちはチームなの？なんか、目的とかも方向性とかも全然違うじゃん。真面目真面目でいいんです。あのですね、天才さん。甘い蜜をもらってください。え、なんで？栄養足りてないよ、俺。あのですね、甘い蜜を使ったポケモンが群れで出てくる。群れで出てくるってどうなの？複数のポケモン同時攻撃できる技を使えればいいんですけど。ないよ、そんな技。さて、行くかい。こっちか？これは、戦うやつかな。全力で寝不足でさ、ちゃんと戦えっかな。全力で寝不足ってどういう意味？寝不足で全力が出ないとかじゃん。匠か。う、ユンギラ、やばい、強そう。うわ、やべ、やべ、強そう。やべ、やべな。やばいっすよ。煙幕とか打ってこい。念力、やばい、やばい、やばい。太陽、うなぎーやべえな、これ。よし、ちょっと。一回壁を出しておく、壁を。壁召喚。ゆるキャラ。ちっこい。おぉ、煙幕ナイス。ちょっと。妖精の風っての使ってみようかな。おぉ、当たるんかい。耐えましょう、一回。妖精の風見たいし。妖精の風。かもなく不可もないな。鶴の道に変えるか。おお、なんかわかんないけど、当たんなかったぞ、そんな技。あー、負けた。いや、でも壁にしたらなんか、意外とワンチャン勝つんじゃねって思うくらいいい活躍だった。じゃあ、ここで、獣。君に決めた！よろしかった。ほぼゆるキャラがやったようなもんだ。ダモのステータ、お、突進。突進ででもなんか自分にダメージ返ってくるやつだよね。あ、でも威力高いしな。なんか、一か八かで持っててみな。往復ビンタが思ってるように使えないからちょっとこれ外す。よーし、これいいね。これでなんか、人間爆弾として活躍してもらうわけだもん。お、どんどん上がる上がる。ちょっとね、一回回復させに戻るか。うわ！
え、なにこれ、え、え、怖っ、これ、これどうしたらいいの、集団リンチじゃないか、え、もう一体一体弱いけど、あとゴクリンこんなでも気持ち悪い。これどうしたらいいのさ。ちょっと、まあ、一匹一匹やるしかねえな。フルボッコだどん。おぉ、一応レベル上がったか。はっけい。はっけいよい。はっけいって何？新しい技かな。はっけい。お、結構威力高いな。あ、しかも良さそうだな。これは覚えさせたいな。こらえるフェイント電光石火。電光石火なんだかんだであった方がいい説が俺の中であるんだよな。守るや見切りをしてる相手に攻撃できるっていうのはなんか上級者っぽいんで俺には使いこなせないからいいや。うん。なくそう。これほら、やっぱ集団リンチじゃん。これやばくね？ほらもう。やめてー！譲れないで！なんでこっちも5体出せるとかないんすかね？なんで1対5なのさ。よし、雨潰しにやっていこう。勝ったー。いやー、レベル5だとあれだけ集団出るとやっぱ結構きついな。はい、それでね、回復させて戻ってきたんですけど、今ね、ゴクリンにいきなりボコボコにされたので、もうめんどくさいね、道具で回復させます。あ、ただね、ピカチュウことゲコガシラのね、泡が全体攻撃だって分かったのはね、結構収穫だなと思うけどね。さて、どこ行ってんの？こっち、ん？何これ？なんか、これ？お、すごい！なにこれ？え、すごい！え、すげえ！スーパーアクション！へぇ、すっご。俺絶対あんなんできねえわ。あんなんやったら、なんか、2秒ぐらいでステーンって落ちて、全治3ヶ月だ。こっちか。すごい、坂道これ、ローラーで登るって結構すごいよね。こいつ、実はやっぱ、脚力、パナ、お、ここにもあった。スーパーアクション！シャー！お、なんすか？あ、オレンの実。オレンの見て青いの？初耳なんですけど。じゃあ、親分、オレンの実を持っといてくれ。やっぱ、親分が死ぬとやっぱ悲しい気持ちになるから。さて、何回もこれ、さあ、坂道を登るー。お、また、トレーナーかな？またポケモンとシンクロしたトリック、まだポケモンとシンクロしたトリックができてないけど、あなたたちにチャレンジ！甘い。シンクロもできてないうちにな。そんな。お、ケダモノ。君もケダモノ使いだったか。残念だ、俺もケダモノ使いなんだ。戦闘ケダモノじゃないけど。お、うなぎもうすぐで、うなぎって16で進化だっけな。メークル。わかんないけど、もうちょっとで進化しそうなの、ちょっと、うなぎのままでいくか。あ！さっきの街にいたな、これ。これ、そうだな。てか、これ、なんか最初のなんかプラターナ博士が、ポケモンっていうのがいるんだよ、みたいな説明の時も出てきたな。これ結構いいな。これちょっと欲しいな。え、効果抜群なの？あ、草タイプ、あ、あのもじゃもじゃみたいな部分が確かになんか草っぽくなってるもんね。結構強いな、でも。結構いいな、でも。これどこにいるんだろう、この辺にいんのかな、この辺じゃぜひ捕まえたいけど、そしたら誰かを首にしないといけないんだな。おーっしゃい。進化？進化？進化？かな？あれ、進化で16、18じゃなかった。竜の怒り。え？君竜だったっけ？うなぎじゃなかったっけ？竜、ドラゴンタイプ。ドラゴンタイプ、そう、40。まあ、鳴き声はさすがにいらんべや。いくらなんでも。鳴き声はちょっとね、はぁはぁみたいな、なんかそんな鳴き声出すだけでしょ。お、ピカチュウ、海流、ヤドランビジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ、サンダース、おっしゃい、進化、進化、進化、あ、俺がボタン押さなきゃいけない。ワク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 、知ってるけどね、どうなるかは知ってるけどね。ね。頭に変なのが生えるだけだってのは知ってるけどね。ワク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 。おー、出た。言うほど見た目変わらない。でも色結構、色ってこんな変わるんだね、なんか。
やっぱあれだな、ゲームボーイだと白黒だからな。いいね、うなぎも進化したということで、まあ、次もじゃあトップバッターうなぎでいく。ポケモントレーナーのルールはシンプルだ。戦ってビクトリーする。ビクトリービリー隊長。早岡。ローラースケートの手。あ、ドード、あ、ドード好き。ドード好きよ。私ドード好き。ドードリはそんなに好きじゃない。行くぞ、神話だ。竜の怒り。あ、電光石火。竜の怒りを見せてやれ。おお、かっこいい。え、すげえ、かっこいい。強い、決まった。強い、やだ。強かったな。ゆるキャラ。壁として一回出ただけのゆるキャラ。俺たちが分かり合えるとしたら、長い時間が必要だろう。だとしたら、僕は君と分かり合うことは、ない。ない。ゲダモノに変えようか。ゲダモノが未だになんか技が弱いんだよな、なんか。技欲しいな、強いな。シャー。お、すごい。ここ通んなくていける。ん？でも通んないとダメ、結局。お、出た、メイクル。メイクちょっと欲しいなぁ、うん。やっと捕まえた。いや、メイクル結構好きなんだよなぁ。好きなんだよなぁっていうか、さっき見て好きになっただけなんだけど。おい、よし、レベルも上がった。いいね。いやー、これはどうしよう。育てよっかな、どうしよっかな。メイクル、ライドポケモン。タイプ草、あ、タイプ草のみなんだ。俺草ノーマルとかそんなんかと思った。人と暮らすようになった最初のポケモンと言われる、穏やかな性格のポケモン。へー。人と暮らすようになった最初のポケモンなの？新ポケじゃないの？昔からいたみたいな手になってるのも昔の設定はなかったことなんだ。ニックネームつけるか。できました。メイクのニックネームは中本さん。なんか顔が中本さんっぽいよね。別に俺の知り合いに中本さんがいるってわけじゃないけど、なんか中本さんっぽい顔してんなと思って。中本さん。もし動画見てる人にね、中本さんがいたらね、すいません。あなたのことではないです。あれ、どうやって行けばいいの？あの黄色いモンスターボーナス。お、な、ヤンチャム？ヤンチャム？なんかこの辺のポケモンみんな可愛いな。みんな欲しくなっちゃうな。普通に倒しちゃった、なんか。まあ、いいか、あんまりね、捕まえてもなんか、なんかな、選択肢が多くなりすぎちゃうんだね。やっぱりな。シャー、ほい。もう黄色いの何なんだ？黄色いの星。爪研ぎ。あったっけ前から。技マシンが入ってる木は黄色いのかな？あ、やべ。もう戦ったやつかと思って油断してた。こう、ビッパ出た。かわいいビッパ。えへー。結構みんなの体力が地味に減ってきてるんだよな。親分がどこまで頑張れるかがポイントですね。謎のクソ、お、これはやつの出番。俺の友達、出てこい、うなぎ。うなぎ召喚。よっしゃ。こういう昔からいるやつのね、タイプは完全に分かってますから。もう。よく見ると、やっぱリザードって結構エグい顔してんな、なんかこう。結構なんか仇じゃない顔というか、なんかね。ありき、みたいな。そういう顔してるよね。よーし、勝ったぞー。こっち行けばいいのかな。おっと、俺大丈夫か、ちょっとポケモン。彼がトレーナーだとしたら結構、うーん、でもまあ大丈夫だろ。ピカチュウもいるし、まだちょっとね、
いいよ、もう戦うでしょ、どうせ。どうせ戦うんだってからさ。うん、戦うよねー。戦うよねー。おお、結構イケメンだった。ダミアン。名前イケメンじゃないけど。名前イケメンじゃないけどイケメンだった。おたち。よいしょ。よーし、レベル上がった。予想通りだって。まあ、おたち一匹しか持ってないな、そうなるわな。うん。このボールちょっともらっとこうかな。ここかな。プラスパワーか。この生活費だな。これ売って明日のご飯を買うとしよう。あとは、ここはピョンっていけば、お、また、敵多いな。なかなか次の街つかないな。サムネ入るときは決まって短パン履くのに。かぶれないそれ。なんか虫とかに刺されない？お、出た短パン小僧。やなっぷ。草？こうし草草。合ってる合ってる。草ってことは親分だとあんまり良くないね。よーしょい。これのトレーナーなんか一匹しか持ってないな。ピザ小僧をさわさわと撫でる草のタッチ、野生のポケモンも味わってるんだろう。変態かな。壁が、あ、これ居合切りも、居合切り早く覚えたいな。おー、着いた。ホログラムメール。お、誰かな。ホロキャスターをご利用いただき、誠にありがとうございます。あ、ユーザーサポートかな。ホロキャスターは皆様のポケモントレーナーライフを豊かに便利にするため、裏だりラボで開発されました。今後もよろしくお願いします。いや、こちらこそだね。こちらこそよろしく。デブからは受信拒否だ。いやー、着いた。いやー、新しい街着いたってことでね。このパートはじゃあこの辺で終えよっかな。ね。ポケモンは現在この親分、うなぎ、ピカチュウ、一応、いるけど、あ、毛玉がなんか持ち物ってる。これ、預かる預かる。預かる。お、なんでもなし。いいね、けども。ゆるキャラ、親分、うなぎ、ピカチュウ、一応、ゆるキャラ、けだもののね、一匹になってるけど、あの、中本さんもちょっと育てたいな、なんて思ってるから、どうしよっかな、っていう。なんかね、コメントの方でなんか、誰々を育ててくれとか、誰々は首にしろバカとか、そういうのがあったらね、ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあ、この辺で終わりたいと思います。次回、あの、左にちょろって映ってるハゲは一体何者なのかの巻。交互期待。では、お疲れ様です。